わ、ブロッコリー、おえー、ほら、ケール、ブロッコリーは体にいいのよ。ぼく、ブロッコリーいらない。もし野菜を食べないならケール、アイスクリームもなしだぞ。アイスクリーム、わーい。やめろよ、ローゼー、ぼく、ブロッコリーなんかいらない。やめなさい、ケール、部屋へ行きなさい。デザートもなし、外出禁止よ。いいよ。ケイル、怒った。ブロッコリーなんておえだよ、テリー。大嫌いだ。僕は食べないぞ、絶対。やだ。こんにちは。こんにちは、ケイル、僕たちと一緒に遊べる？ごめんなさいね、レオ。ケイルは今日は遊べないのよ。とても悪い子だったから外出禁止なの。ああ。ケイル、怒った。いいわ。じゃあまた別の日に遊びましょう。おーい、レオ、クレメンタイン。そこで待って、降りていくよ。ダメ、ケール、叱られるわよ。おい、ギルバート、ほら、おいしいおやつだよ。部屋へ行くんだ。ケイロ、ケール、何をやってるの？ケール、お話ししてるでしょ？何をやってるか分かってるの？僕、友達に会いたかったんだ。外出禁止でしょ、ケール。あなたはとても悪い子だったのよ。分かってる、でも。でもじゃない、ケール。それに逃げ出そうとするなんて絶対ダメだ。もし怪我でもしたらどうするの？迷子になったら？そうなっても助けてあげられないのよ。僕ごめんよ、今日は出られないよ。僕とても悪い子だったから。いいよ、ケイル、また今度遊びましょう。ごめんなさい。あんなに怒るつもりじゃなかったんだ。それに怖がらせてごめんよ、ローゼー。ケイル、怒った。もういいよ、ケイル。謝ってくれてありがとう。僕もう部屋に戻るよ。その前にアイスクリーム食べていい？いいわ。あ、ブロッコリーを食べ終わったらね。うん。
ママ、サラが来たよ。やあ、ケイル。やあ、サラ。これがそう？危ない。はあ、危なかった。気をつけなきゃね。もっと罠があるかもしれない。行こう。すっごく綺麗だな。ケイル、ダメ。ああ、壁がどんどん狭くなってくる。ケイル、こっちよ。それはいい考えだ、サラ。早く手伝って。ダイヤモンドを取ればいいんだろう。いい考えがあるわ。あそこまでどうやって降りる、ケイル？あのドアから出口に行けるよ。ケイル、ダイヤモンド取った。どう？なんだかすごく楽しそうだな。ロージー、ダイヤ取った。いや、ロージー、取ったのは僕とサラで。どうやって？Thank you.
タリー副保安官ケールー保安官、すぐ来てください。怪盗レオが列車強盗しようとしてます。列車強盗だって？それは許せないぞ。この決着は後だ、テリー副保安官。なぜ列車から盗む？列車を丸ごと盗めばいいのに。簡単なことさ。レオは列車から何を盗もうとしてるんだ？その列車にはたくさんの、列車は金塊を積んでます。大丈夫、止めてみせるさ。いやー、よし、列車の後ろから乗り込むぞ。保安官、君は列車を止めるんだ。レオは僕に任せろ。おやおやおや、これは保安官、列車の切符はお持ちですかい？こんにちは。列車の止め方わかるわよね？橋が壊れた。早く列車から降りなきゃ。どうやって？ここに来たのと同じ方法で。金塊が俺のものにならないならこうしてやる。お、次の駅は牢屋。はあ、しようか、保安官。すぐ出るからな、保安官。覚えてろ。ま、その時は僕とクレメンタイン副保安官がまた捕まえるよ。そしてテディ副保安官も。